北海道北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向け不足しているツアーガイドの裾野を広げようと初めての縄文ガイドツアーが企画されました。参加した人たちは専門家から縄文文化やガイド方法について学びます。この中から新たに縄文遺跡のツアーガイドとして活躍する人が誕生するかもしれませんよ。どうしてこの場所にこれを作ったのかっていうのがすごく大きな謎なんですけれども、4000年前のここから見えた駒ヶ岳っていうのをちょっと想像しますと、11月の立冬という季節の節句があります。これからの冬が本格的に始まっていくという意味合いなんですけども、その頃にですねちょうど山頂から日が昇るという状態をこのストーンサークルから確認することができる、そういう場所にどうも作られているんです。おそらく徐々に朝日がですね山頂付近に来ると冬なんだな、そういったですね冬ごもりの準備ですとか、あるいはなんかそのための儀式、そういう効果を利用してのお祭りなんかも、この場所でだったらできる、なんかそういったものをやってたんじゃないかな、それがこの場所が選ばれたんではないかなというふうに、今考えているところです。今バスガイドをもともとやってて、縄文センターに行く機会もあってちょっと詳しくならないとなと思って、すごい貴重な体験をさせてもらえたと思います。縄文遺跡があるというお話は聞いていたんですけれども、この度世界遺産に向けていろいろと動いているというお話を聞きまして、一からお勉強しなければいけないなということで、この度参加することにしました。なんか縄文的な生き方っていうのがものすごく大事だなと思ってるので、この縄文の精神を全世界に広めたいと思ってます。自分なりのコースを作ってみたいなと思ってます。実際応募が来るまですごくドキドキしていたんですけども、来た方が定員15名を上回る約3倍近くの方から募集の方が来ていました。年齢層は一番若い方で18歳の高校生が参加してくれまして、でその他に上の方でも70代の方も参加してくれています。想像上回るぐらい縄文の知識豊富な方がすごく多くてですね、それぞれいろんな思いがありまして、将来学芸員さんにそういった考古学の勉強したいから学んだ方や、あと南海辺の近くに住んでいるのでいずれ自分もガイドとして参加したいと思う方など、それぞれが目的あって参加される方が多かったのがすごく嬉しく思っています。実際に今回のプロのボランティアガイドの方もいますし、ガイドの方も参加されてますので、ただ知識をもらうだけではなくて、どうやったら人に伝わるかとか、そういったものもこのツアーの中で知っていただきたいと思っています。世界遺産登録への熱い思いを持ってツアーに参加した皆さんが考案したオリジナルツアーの誕生が楽しみですね。我々の思いとしてはですね、地元にこう素晴らしい世界に認められる遺産があるということをまずはしていただきたいというところがまず一番ですね。で、まずプラスアルファとしてそれを世界から来ていただいた方にご案内いただけるような知識を持って帰っていただいて、実際に世界遺産登録になった後にですね、これを目当てに来た方々に少しでもこうお話できるようなそういった知識を持って帰っていただきたいなと。本当に世界遺産登録になるにはですね、地元の盛り上げってものが一番大事になってきますので、地元の理解、盛り上げですねが大事になってきますので、本当にこう市内含めて、まずは縄文文化のことを皆さんに知っていただいてですね、ってことが一番大事かなと思っております。世界遺産登録に向けてますます関心が高まる縄文遺跡、さあみんなで世界遺産登録を応援しましょう。